シンデレラリーグ選手紹介のコーナーです。イエーイ。本日はリーグロックの4名の方に来ていただきました。それでは早速1問目の質問です。せーの、塚田さん、面前打撃リーチ大好き。麻雀愛情論。麻雀愛情論。ちょっと一人ずついきましょうか、まず。はい、樋口さんが高打点。夏目さんが面前ひよこ。高山さんが喧嘩江戸の花。一人なんか違うな。なんか違う、麻雀かなみたいな感じですけどね。塚田さんが、はい、麻雀愛情論っていうのはどういうことなんですか？私麻雀愛情論っていうのも持っておりまして、うん、はい、自分で名付けてるんですよ。これ話すと多分尺がめちゃくちゃ足りないので。なるほど。気になる方は聞いてください。わかりました、直接聞きましょう。はい、結構じゃあ余命皆さん結構面前高打点型というかの戦いになりそうなイメージですね、うん、そうですね、うん、似てるの。でも私喧嘩なんだ、うん、喧嘩か。一応なんかちょっと違うよね。物理っぽい。はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。塚さん、好きなところを好きなだけ見てね。はい、樋口さん、静かに上がり。夏目さん、ひよってるだけではないところ。おー。そして中山さん、眉間のシワ、はい、だいたい切れてる。やっぱり一人だけ違う。、まあ、中山さん、なんといってもシンデレラリーグ前回チャンピオン、はい、なんかちょっと怒ってることも。いや、そうですね、ちょっとね、なんで予選からなのかな。あっていうところはありますけど、まあ予選からでも大丈夫なところを見せたいなと思います。なんか予選からでも結構強い、シードない方がむしろ強い。いや、もうそうですね、シードはいらないですもん。なるほど。シードなんてもっていうことですね。はい。塚さんの好きなところ、好きなだけ見てるのはちょっと意味深な感じですか？あ、もう自由に見ていただけたらなと。ここといってこれがいいなっていうところはあんまりないので。はい。ゆうさんは静かに上がり。喧嘩しません。喧嘩しません。さらっと。さらっと。夏目さんはピヨってるだけではないところということで。でも平和主義なんですけど。結構じゃあ高打点を目指すけど、みんな平和主義なんですね。でもやっぱり今日ちょっと喧嘩腰の人がいるので、やっぱり受け身だけじゃなみたいな。たまにはね。あります。はい。せーの。出てきました。塚さん、おしゃれと子育て、はい、ね、子育て今大変だと思いますけど。そうですね、子育てしながらでも可愛いままでいたいので、おしゃれも頑張ろうと思ってます。素晴らしい、はいはい。そして樋口さんは光合成というか、はい、人間ですか？人間、まあ人間なので、まあ、太陽の光を浴びないとちょっと私は生きていけないので、まあ、太陽の光からまあ何らかしらのエネルギーをもらうという。なんかそういう系なのね。ちょキャラ変な感じね。これはちょっとガチで、そう、みんなもやった方がいい。遠く見たもん。そして夏目さん、趣味を探すことという。はい、これといってもハマってることがないんですよ、うん、何か一つのことに固執するっていうのがないんですよ。麻雀は？あ、麻雀、麻雀はなんかまた別物というか、うん、また趣味とは別な感じなので。なるほど。そうなんです、いろんなことにチャレンジすることが、まあ、最近ハマってるかなと思います。じゃあぜひこの番組を見ていただいた方は夏目さんに、あ、ぜひ面白いものを、そうそう、面白いものがありましたら、もうこれがいいよっていうのがあったら教えてほしいです、ね、はい、はい。そして中山さん、すごいですね、いっぱいありますね。いっぱい多趣味。多趣味。でも一番大きいのは爬虫類。爬虫類好きです。何が好きですか？結構何でも好きなんですよ。カエルとかも好きだし。おー。結構ね、道端で捕まえるの。なんかそういうツイート見たことある気がする。なんかいてさ、カエルが玄関の前とかでたまにさって捕まえて、え、どうすんの？一緒にこう写真撮る。そこは女子。イエーイ、捕まえた。虫もいけるんですか？虫はね、殺せはするんですけど、ちょっと可愛いとは思えない。なるほど、うん。せーの、ドン。あ、コン
かね結構分かれましたね。確かに。はい。さあさあ順番聞いていきましょうか。スカさんは。はい。まあ、もちろん愛です。うん、もうお金なんかどうにかなる。どうにかなる。もう一択ですよ。これは、まあ、愛一択。もう先ほどもね麻雀愛情論もありましたし、うん、はい。もう愛が大事。愛が大事。洗脳されそうだね。はい。今もうね幸せいっぱいにね家族もいて。なるほど。はい、深いですね。もう一度言います。愛が大事です。さあそして続いて樋口さんはこう微妙なバランスで、はい、まあ、はい、よく言われる愛はお金で買えないけど金がないと愛は続かない。なるほど。かっこいい。そんな感じで、そんな感じでちょっとこのパーセンテージにしてみました。いかがでしょうか。夏目さんはどっちも大事。どっちも大事です。はい。これほら偽善者じゃなくて欲張りなんですよ。どちらかどっちも大事の方がさ、なんかお気に入ってるよね。違う。だって好き好き言っててもじゃあ生活が成り立たなくなったら、うん、結局喧嘩が絶えなくなると思うんですよ。やっぱり、うん、お金のトラブルってお金は人を変えるって言いますし、でもお金だけあったとしてもどうせ私のこと好きじゃないんでしょみたいな何のになるわけですよ。始まった、始まった、始まったぞ。そうそう。で私は幸せになりたいのでどっちも欲しいです。偽善者じゃないの、欲張りなの。あ、そうなの。はい。そして中山さんそこをこう来てこう金と。そう、ちょっとね、愛についてはよくわかんないんで、もうかわいそう。あ？ちょっと眉間にね、しっかりやってますね。いや、そう、なんでやっぱね、お金は裏切らないんで、うんうんうん、そう、まあね、お金かなと思って。すごい気になったこと一個言って、何？金のさ、うん、金の自由のバランスね。すごい突っ込みたくてしょうがなくって、バランスがちょんちょんのとこ、なんか面白い、独特。そう、なんか受け止めてるの、ここで。そう、お金受け止めてる、ここで。受け口を作ってるんですよ。そうそうそう。一つも逃しませんよということで、はい、この4人のメンバーでお届けしました。皆さんのことがよく分かったでしょうか。はい。というわけで、麻雀持ちシンデレラリーグは毎週火曜日12時から放送しております。ご視聴よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。